相棒の映画はですね、これ劇場版3作目ということになりますけれども、1本目の映画ができて夢が叶ったと、その時はそう思ったんですね。で、今度相棒が変わって及川みっちゃんになった時に、また及川みっちゃんで2本目の映画ができた、いやこんなことがあるんだと思ってたら、今度は成宮弘樹、成宏に、変わって、で3本目ができた。まあ入る前にもうすでに感無量なところがありましたね。沖縄のジャングルの中のロケというシーンが今もたくさんありましたけれども、そこでもやっぱりスーツなんですね。そうです、スーツです。紅茶も飲みます。汗かかないんですよね。全然夏が強いんですよ。僕はミスターサマーって言われてましたね。真夏の撮影でも僕本当に一人涼しいんですよ。ねえ、ね、卑怯なほどに、でまた二人とも夏が弱いですよ。あ、成宏も弱いんだ。いや僕成宏って普段呼ばれてないんで、あれですけど今初めて呼んだんです。びっくりしました。弱いですね。役作りとかですね、そういったどういうところを意識されたんでしょうか。それぞれじゃあ井原さんからお願いします。そうですね、僕はこの足を悪くしてて、アクションシーンとかないんですけども、元自衛隊員なんで、この佇まいの中でどれだけその昔彼が自衛隊で第一線でバリバリそのやってたのかっていうことを匂わせたいなと思いまして、まあ2ヶ月ぐらいちょっとトレーニングしまして、ほとんど半袖なんですよ、これ着てなくて。なのでそういうなんていうんですかね、ちょっとそういう雰囲気が分かるような、ちょっとシャクちゃんに負けないように、はい、肌をちょっと出して、はい、唯一隊員の中で女性が自分だけだったので、多少楽をさせてもらえるかなと思いきや、吹き替えとかあるのかなっていうふうに期待してましたら、全然変わらず容赦なく監督危ないシーンも3メーターぐらいの橋から飛び降りるシーンとかも、はい、やっていまして、スタントなしでやってました。で、はい、で私事ではございますが、今年のお正月に年始に足を骨折してしまいまして、治りたてだったので飛び降りた時にぐきゃってなるかどうか不安で、もうクランクアップした時はもう怪我もなく終えたことにただただほっとしました。それ監督は全部承知でのことだったわけですね。はい、もう無理です、できません、いやできるっていう、もうその繰り返しで容赦なかったですね。本作で実現したその新旧相棒の対面というか、演じられてみていかがでしたでしょうか。まず神戸君ですけれども、ああ警察辞めてなくてよかったなと思いましたね。ええ、成宮さんはいかがですか。いや光栄でした。本当、はい、匿名係で、ああこうやって会えるんだなっていうのはすごく嬉しかったですね。でもさ、はい、あのシーンすごく長かったじゃない。長かったですね。もう15ページくらいのセリフ量をずっと神戸君喋るんですよ。もう緊張もありまして、正直成宏とだからお芝居を楽しむゆとりがなかったのも正直なところでしたけどもね。でも僕はすごい勉強になりました、うん、あ、こうやって相棒で NG を出せばいいんだっていう。なるほど。NG のリカバーがすごい。なるほどね。すごい上手ですよね。いや NG の出し方にもコツがあるんだよ。杉下右京というキャラクターに実際にお会いになって、どんな風に感じられましたでしょうか。右京だーって、そのだーが5秒ぐらい続きましたね。もう本当ただ単に嬉しかったですね。本当におかげか俺は、大ファンなもので、はあ、名探偵役の、エキスパートである、石坂さんから見たその杉下右京というキャラクターの魅力というのをですね、お伺いできればと思うんですが。金田一は事件は解決したことがないんですよね。人を殺すのを防いだこともありませんし、ただずっといるだけなので、あれは探偵だと私はあんまり思えないんですが、市川崑監督もお前は人間じゃないんだ、天使だなんて言われまして、
天使ってどうやってやったらいいのかよく分からなかったという記憶がありますが、杉下さんはいわゆるシャーロック・ホームズからこうずっと面々と流れているいわゆる謎解きをしていく本格的な、まあ、言ってみれば探偵だと思います、ですからそういう意味では僕もこういう役をやりたかったなと、もうここまで年を取るとできないんですけれども、公開が2014年ということを踏まえまして、月並みではありますがちょっと一足早いですが2014年のに向けた抱負を、はい、まずは2014年の相棒劇場版3が大ヒットするように公開に向けて自分も尽力することと、あとは私事ではございますが結婚するっていうことですね毎年言ってるんでもう誰も信用してくれないんですけど来年こそは、はい、皆様どうぞ盛大